相変わらず静かだな。あなたたちがいちゃ怖くて飲めないでしょ、普通のお客さん。だから今日は貸し切り。レーナ、ユミは今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いねえ。どうなんだ、気流組の立ち上げは。まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。またおめえに先越されちまったか。なあ錦、お前妹はどうなんだ。来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後？体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね、ユミ。ちょっと、もう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎ、うまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって堅いから金をむしるのは、どうも性に合わねっつうか。何言ってんだ。自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組内気流組、天下の登場会の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだな、お前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやっさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ。二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山くんはもう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。なあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。
お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの？さすがレイナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってれば何でもいいのよ。ユミちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう、大事にするね。ああ。そうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か、嬉しいけどそれはちょっと重いかな。どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの、そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。おう、来たか。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ。カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいって奴らの集まりなんだからな。キリュウなら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、
親父だって昔は東条家一の殺し屋っつって柏木すんませんすまんが外してくれへしかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか。いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ。おう、失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。新次です。玲奈さんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長が由美さんさらっていったんです。由美か。なんで組長に。詳しくは分かりません。でも錦のおじけもそれ聞いて組長のところに。錦が。で、場所は。劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした。堂島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら3人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやっさん、弓と錦は兄弟なんです。俺のだから、今俺が行かねえと。カズマ。錦。組長、桐生、組長が趣味を無理やり。だから撃っちまったんだ。カッとなっちまって何発も何発も。弓、おい、しっかりしろ。やっちまった。東商会の大幹部を。錦、弓を連れて逃げろ。何言ってんだ。おめえこそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は。行け錦、弓を頼む。桐生は。行け。何が堂島の竜だ。あの野郎、絶対に生かしておけねえ。俺はまだ信じられないっすよ。あの桐生のおじきが親殺しをするなんて。何かの間違いなんじゃないですか。現行犯で逮捕されてんだ。間違いも何もねえだろうが。ったく、
これから組立ち上げさせて堂島組に貢献してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが、組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば錦山はどうしてるんですか。さあ見てねえが、やつがどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね、今からでも茶か持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうが、ボケ。その役にも立たねえな。あいつ何のために組にいるんだ。そんな嘘でしょ。嘘って言ってよ。だって錦山くん言ったじゃない。大丈夫、俺が弓を助けに行くから心配するなって。それなのにどうしてこんなことになっちゃったの。ねえ、錦山くん助けてあげられなかったの。何もできなかったの。どういう意味だ。え、俺が役立たずだって言いてえのか。いや、そんなつ…お前までそんなこと言うのか。緊急幹部会で奴から緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか。100億言うたらお前会長を初耳です。いやがましょ。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どうからだ。関西五代目近江連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は。ああ、ふざけんな。登場会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったんだか。おら、島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ。この件は東上会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや。そんなんで納得いくか。会長、三代目、会長。本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか
俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが？親父もそれだけお前には期待してるってことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか？あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の？そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。松重、てめえもう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと？お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダベってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえもう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだがな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い稼ぎか聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の格ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみてえな幹部に尻尾振るしか脳のねえ青二歳に指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえまだ話は終わってねえぞ。黙ってみてな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。心臓移植？ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かんならやってくれ日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか日吉先生。本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるならそりゃ何だって。
臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？はあ、聞いたことはあるけど、まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。用意できますか？うん、組長さん。松重、何の真似だ？俺に金を稼がせてくれ。3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松重。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。えほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。かと思えば組長じゃねえか。てめえ、柏木さんが世話してる組がケツ持ってる店にみかじめ取りに行ったっての本当か？うん、バッチリ稼いできてやったぜ。文句ねえだろ。ふざけんな！なんでそんなことした？おいおい、そんなことも説明しねえとわからねえのかよ。何？ウゴのタケノコみてえに次から次へとビルが建ってた時代はとっくに終わってんだ。これからは限られた島を力で奪ってたもんが勝つんだよ。筋ってもんがあんだろうが！筋ね。柏木の頭が文句言ってきたら組長うまいこと言っといてくださいよ。てめえ、3000万どうしても用意してって言ったのはお前だろうが！俺のやり方が気に食わねえって言うなら、お前のやり方で今すぐにでも直径に上がってみろや！何もできねえくせに偉そうな口聞くんじゃねえぞ！返す気か？すいません、本当にすいません。この詫びは縁故でも詰めて。いらねえよ。てめえの子分すらろくにしつけられねえグズの指が一体何の役に立つっていうんだ。ああ、すいません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 。風間の親父の耳に入る前でよかったぜ。こんな情けねえ話で親父を失望させたくねえからな。
今回だけは不問にしといてやる。次はねえからな。ありがとうございます。ありがとうございます。キリュウならこんなことには。まあとにかくしっかりやってくれ。その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな。島野のおじき聞いたで。踊れの子分に手合いとるようやの錦山。せっかく笠間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです？本気でお前を大事に育てる気やろうや。やったらそんな連中選ぶはずないやろ。まあ嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。風間はな、桐生に組を持たせたいだけや。桐生のやったことは絶対許されへん。せやけどな、皮肉なもんやが桐生の評判はすこぶれえで。まあ大物やったちゅうのはそれなりの貫禄がつくもんや。シャバに出た時はもうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの外道でも貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ、目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。仇にでもなれや。お久しぶりです。おお、桐生か。はい、先日出所してまいりました。で、世良の葬式であの大暴れか。どうした、炭でも入れ直しに来たのか。いえ。この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え？桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると。情報ってのは
権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか？なんだと？お前と差しで話がしたい。明日夜の10時セレナで会おう。キリュウ、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か、お前は竜を、そして錦山は鯉を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と甲賀を泳ぐ鯉は山脈を経てやがて竜門に入る。竜門を登り切った鯉は竜に生まれ変わるんだ。やつは竜門を登り切ろうとしている。最後に竜になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。レーナ、お前なんでここに？これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ、面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺はどうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ、なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんかな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？え、あ、お、親父。ま、待ってください。ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が殺せと言った？親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年間、俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか？巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も、そして登場界の100億が抜かれる。だがな。それは、そうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる、近くに。必ずな。キリュウ、これは登場界の戦争だ。
お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親さんを撃ったのは。なあ、さすがにあん時手が震えた。やめてよ二人とも。なんでだ。おやっさんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん着きました。お前シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえならお前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今更だがお前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの、ね、なんで。失礼しますよ海長さん。ほら今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、恩に切る。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やらかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ。3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万用意できますか。私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったっきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか。クソみてえなやつにも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに。
今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。なんだ、いるんじゃねえか。おう、組長さんよ。またしのぎ広げることになったからよ。金、使わせてもらうぜ。おい、こら、聞いてんのか。こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。てめえ、いい加減にしとけよ。返事もできねえのか、は？あのな、おめえはどこまで至るなんだよ。ったく、まだ連れのキリヌが根性あったぜ。ま、やつがやっちまったことはまずいっちゃまずいとしても、キリヌは誰がヘタレだって。誰が桐生よりも根性がないんだって。メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。覚えとけ。同じじゃねえか。そうだ、そうだよ。とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し桐生を見捨てたあの時から。やってやるよ。俺は必ずてっぺんに立ってやる。そのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。錦山君、終わったか。これでようやく落ち着けるな。錦、なんだそりゃ、爆弾か。ユミ、バカなことはやめろ。ダメよ、100億はあなたに渡さない。ユミ、お前そんなに俺のことが憎いのか。まあそうだろうな、当然の話か。錦、お前まだ諦めていないのか。当たり前だ。俺どんな犠牲を払っても登場会の後目になる。なあ錦、そりゃ無理だ。お前神宮に踊らされていたんだ。神宮の本当の目的はな。なことは分かってる。分かってたんだよ俺は。え、どういうこと。言ったろ桐生、俺は10年前
お前を裏切ったあの日から誰も信用しちゃいねえってな。神宮が俺に話を持ってきた時から信用しちゃいなかったんだ。じゃあお前は全てを知ってた。ああそうだ、俺は負けたくなかったんだよ。俺はお前に負けたくなかったんだよ、桐生。俺は弓を愛してる。だが弓は一度も俺を振り向いてはくれなかった。弓の中にはお前しかいなかった。10年前の事件の後、俺の目の前からお前という存在が消えた。その時俺は決意したんだ。運命を変えるためにどんな犠牲も払うってな。その犠牲が親さんやレーナだったっていうのか。そうだ、俺は100億を手に入れ東条会を継ぐ。そしてお前から弓を奪い返す。それで初めて俺の運命が変えられるんだ。錦山君、やっぱり分かってない。何？そんなことして何になるの。そうやって変えた運命じゃ幸せになんてなれない。あなたは自分に都合の悪いことから逃げてるだけ。本当に運命を変えたいなら辛いことも全て受け止めて、それでも逃げないで立ち向かうことなんじゃないの。カズマやハルカのように。うるさい。どうしてお前は俺を認めてくれないんだ。ニシキ。なんだ。俺にはお前の苦しさがわかる。俺は一番大切にしていたお前たちを失った。もう戻ろうと思っても10年前に戻ることはできねえ。もうその運命から逃げることはできねえ。だから決着をつけよう。なあ、決着をつけよう。俺たちの戦いに。
それだがさ、お前とはもう一度一緒にやりたい。
ユミ、これは。ごめんね。私、あなたのことずっと忘れられなかったの。記憶を取り戻した後も、こうしてあなたのことを。私、弱い女だった。記憶を失ってからも、本当はあなたのことだけは、うっすらと覚えていたの。名前は思い出せない。でも、あなたの笑顔や仕草が浮かんでいた。でも誰だかわからない。すべてを思い出せない。そんな、あなたのことを、待ち続けることができなかった。だから神宮のことを。でもね、遥は何もかも失った私にとって、たった一つの宝物だった。だから、遥とお別れに行った時、思わずこのペンダントをあげてしまったの。私の一番大切なものを持っていてほしかったから。遥、私のせいで怖い思いさせてごめんね。私、まだやらなきゃいけないことがあるの。はあってはならない。だからもう消そうと思うの。ユミ、最後のけじめくらい俺につけさせる。やめろ、やめるんだ、錦。うん、